なかなかですね、お花屋さんでは見ないレアなものが手に入ったので、そちらもちょっとお楽しみにしておいて。いつもありがとうございます。華道家の倉池です。今回はですね、こちらの石化ゲートが手に入りましたので、なかなか素敵な雰囲気と色ですよね。この石化ゲートいいなと思ったのがですね、ちょっとこう横になびいてるような姿になってるんですね。ここがすごくいいなと思ってこちらを選んできました。昇華新風帯をいけていきたいと思います。では朱の、系統ですねをちょっと寸法を切って刺していきたいと思います。あしらいですね、あしらいに使おうと思っている枝がですね、枝じゃないですね、実ですね、実がですね、なかなかですね、お花屋さんでは見ないレアなものが手に入ったので、そちらもちょっとお楽しみにしておいていただけるといいかなーなんて思っています。よいしょ。はい、まずはですね、1本系統を朱に入れました。右にですねちょっとのくような感じですね。これだけ見るとちょっと立花の軒陣っぽい雰囲気もありますけど、では続けていけていきます。さあ、用にはですねこちらの、朝鮮巻ですね、こちらですを入れていきたいと思います。はい、今ですね朝鮮巻きが入って朱と陽が入った形ですね。で、朝鮮巻きはですねその水際のですね手前の部分ですね、そこにも少し力をつけるような形で入れました。はい、ということであとはあしらいを少し入れたら出来上がりなんですが、これがですねあしらいに入れるという、序盤にお話ししたなかなか売ってないレアな実なんですけど、花屋さんではですね芍薬の実と言ってたんですけど、よくよく調べると多分ですけど山芍薬の実かなと思います。ぜひですね山芍薬の実これ調べていただきたいんですが、画像検索とかすると出てくると思うんですけれど、これ実が弾けるとですね中からなかなかグロテスクな真っ赤かなですね、粒々が出てくるということで、もう若干見えてるかなとも思うんですけど、ここのこれが弾けてなんていうんですかね、裏返るみたいな形になってこの中が真っ赤なんですね。なので本当はそういう弾けてる方がこの色の意外性には合うんですが、まあとはいえ形がなかなか不思議な形をしているので面白いんじゃないかなということで、この朱と陽に合わせてあしらいとして入れていきます。これ今山芍薬切り火を入れながらいけて、ハサミで切ってるんですけど、結構香りが強くてですねこれぜひ花材見つけたらですね、お花を花屋さんで見つけたらちょっとこれ体験していただければなと思います。おっていう香りがします。これ好き嫌いあるかもですね。はい、今このような形で入っています。で、山芍薬の実を2つ入れたんですけれども、葉っぱに隠れて見えなかったりであったりとか、ちょっと系統の葉っぱがボサボサとありすぎるというところで、そのあたりをさばいて完成という形になります。
このような形に仕上がりました。少しだけ制作意図を解説させていただきますと、まずはこの種のですね、石化系統で秋の季節感ですね、秋の花なので系統が種に入ってくる。してそれに対して葉の挑戦巻きを出合わせて、しっかりとここにですね、水際の部分にボリュームをグッと持ってくるということで、ここで出合わせてここにボリュームを持ってくるという効果を狙っています。そしてですね、あまりにもこれだとですね、どっちに重心が向かっているのかわからないので、この山芍薬の実をこっちに出すことによって、全体の動きとしてはなんとなくこっちに向かっているよっていうのを、印象付けるためにここに入っていて、意外と地味にですね、この中で効いているのが、この山芍薬の実がここでなんとなくあんまり効果がないように見えるんですが、ここに細い茎がちょっとだけ見えますでしょう。これがですね、このシンプルな2本線だけじゃなくて、横にちょっと出てくることによって、なんとなくアクセントになっているというところを狙って入れてあります。はい、ここまで動画をご視聴いただきましてありがとうございます。またですね、秋の季節がですね、深まっていったらですね、よりですね、ちょっとこう系統だけだったじゃないですか、秋の花が、よりですね、季節感のあるお花を生けてまた投稿したいと思っておりますので、チャンネル登録、そして高評価のほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた。